ネルメロさん合計でどのくらいの金額原神に寄付してるんだろう。寄付寄付って聞くとちょっと気分がいいっすね課金って聞いたらちょっとな、お金無駄遣いしてて印象悪いけど、まあ、寄付とか、まあ、お布施って聞くとまあまあちょっとね、多分300万以上は原神にも今まで課金してる。350万ぐらいかな。去年1年でトータル90万ぐらい課金してた。今年に入ってから八重美子貫突とか結構始まっちゃっててやばいから、今年1年でもうやばいことになってると思うから300万350万ぐらいはいってると思いますね。私の課金がほんの 0.0001% ぐらいかもしれんけど、原神のアニメ化につながってると思うから、劇場版になるのかわからんけど、 UFO テーブルでしたっけ、なんかそこのアニメ化につながってると思うので、みんな私に感謝しましょう。課金してね、あ、私のおかげでアニメ化したようなもんです。ミーに感謝するでしょって感じやな。あ、原神がアニメ化するならジャクダーが倒れるとこまでアニメ化する、ストーリー通りにアニメ化するのかな。どっちかっていうとギャルゲー学園原神みたいな感じで、原神のキャラクターが学園みたいな感じでギャルゲーみたいにしてほしい。なんかね、そう、上里彩香が制服着てて、トーマも制服着ててみたいな、そういう学園原神みたいなものの方がアニメ化嬉しいけど、世界観ぶっ壊れてるからな。ダメか。